エルンストビル・ヘルム・ボーレは、ドイツの政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の外国組織部、指導者。親英隊にも所属しており、最終階級は、親英隊大将。エルンストビル・ヘルム・ボーレは1903年7月28日に、イギリスのブラッド・フォードにて、大学教師であるヘルマン・ボーレの息子として生まれた。1906年に、 南アフリカのケープタウンの学校に通った後に、ドイツのケルンとベルリンの大学に通いそこで、政治学と経営学を学んだ。1923年12月に、ベルリンにある昇華大学の企業経営部門を卒業し、様々な英米企業で働く。1925年11月14日に、ゲルトルーとバッハマンと結婚した。 1930年からは輸入業者として独立した。1932年3月1日に国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、1933年9月13日に新英隊少将の階級で新英隊に入隊している。1931年12月からは外国組織部の指導者であるハンスニーラントの代理を務めるようになり、また、 南アフリカ及び南西アフリカにおける東国外組織の責任者となった。ニーラントが1933年5月8日に外国組織部の指導者からの辞職後、ボーレは外国組織部の指導者となった。また1933年11月の国会選挙では国会議員に当選している。1937年から1945年まで、 外務省次官を務めた。1943年6月21日に新英隊大将へと昇進している。戦後はアメリカ軍の捕虜となり、ベルギーに設置された交換用収容所であるアシュカン収容所に収容された。ニュルンベルク裁判においては承認となった。また1948年から行われたニュルンベルク継続裁判の一つである大臣裁判では、 被告となり、懲役5年を言い渡されるが、1949年12月21日に、釈放された。釈放後は、ハンブルクで商業に従事した。1960年11月9日に、デュッセルドルフで死去した。出典出典。リーダーズオブザエスエスジャーマンポリス。ボリューム I137 ページ。リーダーズオブザエスエスジャーマンポリス。 ボリューム e I141 ページありがとうございます。